父から知らせが来ていた。我が娘刹那よ、良質の品を入手したので君たちに送る。そういえば夕方何か荷物が届いていました。その名も百人殺しという。どんな物騒な殺戮狂気ですか。地元の名酒だ。彼と二人で飲むといい。紛らわしい。あ、僕お父さんにお礼の電話とかした方がいいですか。ああ、いや、家族用のグループチャットがあるので大丈夫だ。そのあたりはフランクなんですね。拝啓、殺し屋さんと結婚しました。コミックス発売中。